わかってるぞ。手加減なんかしたらこっちの頭が叩き割られちまうぞ。ゲーム版での私はベルンカステル教の駒フルドエリカの手先も同然です。これからも敵として何度も立ちはだかるでしょう。しかし私の心は本来中立です。いや、忘れてください。そんなことはあなたと私の関係においては何の意味もない。あるぜ。強敵であることは間違いないが、あんたをムカつきはしなくなった。エリカのやつは最高にムカつくがな。よかった。私もフルドエリカにはムカついています。フルドエリカはとても邪悪な存在です。先ほどの敗北で面目を潰され、復讐心に燃えたぎっています。何を企んでいるのか私にも分かりません。ですがろくなこともわけがない。注意してください。ベルンカステルの困った時点で気を許す気はないぞ。あのような邪悪の手先を務めることになろうとは、どうして私はこの世界に呼ばれたのか。呼んだのはベルンカステル教かもしれない。しかしこの世界に受け入れたのはベアトです。この子が望まなければあなたは迷路庭園を抜けここへは至れなかったのだからね、ベアト。ミス・ベアトリーチェ、あなたは私に何を求められるのか。邪悪の手先としての私があなたの何かに応えられるならば幸いなのですが。この黄金鏡にはベアトが望まない限り誰もたどり着けないのか。ええ、ドラノールをここへ呼んだのはこの子なのですよ。ベアトがあいつをここへ呼び俺に会わせたのか。ここに私がいて、あなたがいることも、ベアトがいることも、そしてドラノールが招かれたことも、すべてはこの子が望んだことなのです。ドラノールとあなたが過ごしたこのささやかな紅茶の時間さえも。ベアト、俺はあいつから何を知れと言うんだ。それがお前の心臓を探し出し、安らかに眠らせることと関係があるのか。立ってください。片足で。立ってください。片足で。
立ってください、片足で。立ってください、片足で。近景、慎んで申し上げ奉る。コーネリアの咎を許したまえ。すでに彼女の咎の禊には十分なりや。ああ、そうですか。では、ここからはあなたが代わってください。ガートルードに咎はなきなりや。ガートルード、立ってください。片足で、両手は後ろで組むように。耐えて踏みとどまってはダメですよ。膝を折ることも許しません。涙をこぼすことも許しませんから。いいですね、御意。ガートルード、ミス・エリカ、我が部下のトガは上司の私が背負います。どうか部下をお許しください。ノーサンキューです。お仕置きってのは苦痛を与えるから意味があるんです。傷一つつかない無痛覚の人形女など面白くも何ともありません。傷はつきませんが傷つきはします。あんたに傷つく心なんてあるわけもないです。魔女狩り殺人人形の分際で私に口答えする気ですか。大ベルンカステル教の使者にして分身のこの私に。いいえ、あんたらが使えないから私がベルンカステル教にお叱りを受けるんです。二度と無様な真似は見せないでください。いいですね。失礼しました。お許しください。クズが。まあいいです、これで終わりにします。ようやく私の怒りも収まり、灰色の脳細胞がうずいてきましたから。あの使えない二人を呼び戻して現場の再構築をしてください。推理ゲームを始めましょう。わかりました。ガートルード、コーネリア。よい。金蔵の失踪なんて第一の晩のおまけでしかありません。さあ第一の晩の検証を始めましょう。とその前に、実は私たちは殺人事件の発生以前から一つの謎を突きつけられていることをご存知ですか。はい、昨夜の24時の何者かのノックによって現れた片翼のわしの刻まれた手紙ですね。そうです。一見物語はその瞬間に
人間の誰にも不可能であったと語り、未知の魔女が存在しているかのような幻想を作り出しています。まずはこの魔女幻想を叩き潰すことから始めましょう。手紙が届けられた昨晩の食堂の状況から確認していきます。了解です。ガートルード、コーネリア、昨晩の食堂の親族会議を再構築。御意。手紙が現れた瞬間の全員の立ち位置を確認しましょうか。どうなってましたっけ。謹慶、謹んで申し上げる。親族会議以前にエリカ、ジョージ、ジェシカ、マリア、南條、ゴーダ、熊沢は屋敷より退出しゲストハウスへ移動したものなり。謹慶、謹んで申し上げる。残りはクラウス、夏日、ゲンジの3人のみが2階廊下におり、それ以外の全員は食堂におりしこと申し上げ奉る。屋敷は親族会議に先んじて全て施錠されていたため、それ以外の人間は屋敷に入ることができません。おやおや、それでは屋敷内の誰にも食堂の扉をノックして手紙を置くことはできないということになりますね。そうなります。その人物こそが手紙を記した魔女ベアトリーチェであるとの魔女側の主張でしょう。バカバカしい、くだらないトリックです。手紙が24時の瞬間に置かれた保証はありません。それ以前にもう置かれていたと考えるのが常識的です。手紙が発見されるほんの数分前にシャノンとカノンを給仕に呼んでいます。二人を迎え入れる際、廊下に手紙などの不審物が一切なかったことを複数が確認しています。客間にいなかったクラウス、ナツヒ、ゲンジのうちの誰かがその直後に隙を見て手紙を置いただけのことでしょう。いえいえ、ゲストハウスに行ったはずの人物でも可能です。屋敷は施錠され外部の人間は入れなかったそうですが、ゲストハウスに戻ったふりをして屋敷内にこっそりと隠れていた人間がいたなら、その人物が手紙を置いたとしても何ら問題はありません。謹慶、青き真実、有効なりとなると問題はノックです。手紙と違いノックの瞬間にその場に存在しなくてはなりません。なるほど、それこそが魔女という名のいないはずの人物が存在する証拠だと。実にバカバカしいにも程があります。その程度でこのフルドエリカが屈服するとでも。まずノックが確かに食堂の扉を叩いたものなのか疑います。例えばですが、屋敷の構造上2階の特定の柱を叩くと音が柱を伝わり、食堂の人間があたかも扉をノックされたかのように誤認してしまうとか、あるいは偶然何かの音をノックと聞き間違え同様に誤認してしまうとか、あるいはノック音を録音したテープがこっそり再生されていて、それがちょうどあのタイミングで聞こえるように細工されていたのかもしれない。いずれにせよ扉の向こうに誰もいなくてもノックを聞かせる方法なんていくらでも考えられます。いかがです、我が主、我が推理だそうだけど、いかが。ベルンの可愛い駒が精一杯頑張って考えた青き真実みたいだから、気前よく赤き真実をサービスしちゃおっかしら。まずは手紙から行こうかしら。24時の大時計の鐘の時に鳴ったノック、そして扉を開けたらそこに置かれていた片翼のわしの封筒の手紙、客間にいなかった人間がこっそりと廊下に置いていったのだろうという想像は実に王道よね。クランス、ナツヒ、ゲンジの3人はその手紙に触れてさえいない。へえ、じゃあシャノン、カノンが救助に訪れて扉を閉じる瞬間に最後に食堂に入った最後尾の人間は誰。例えばカノン、最後尾のカノンが扉を閉めるときにこっそりポトリと手紙を落とせば簡単じゃない。食堂の全員の誰も、いえ
もっとシンプルな言い方をするわ。24時の時点で屋敷内にいた誰一人、あの手紙を廊下に置いた者はいないわ。触れた者はいないという言い方はできないわけ。そりゃそうでしょう。彼らは拾って触れたわ。触れてないとまでは言えるわけない。なるほど。じゃあこういう解釈だわ。24時の時点で屋敷外に存在した何者かがあらかじめ手紙を廊下以外の場所に置いたのに、そして何らかの方法でそれが移動して最終的に廊下に置かれた。仮の想像ですが、例えば使用人たちが押してきたお茶の道具を積んだ配膳車の下部の裏側に貼り付けられていたとか、それは時間が経てば剥がれてしまうような簡単な接着、それはやがて剥がれ落ちて存在しないはずの魔女が置いていった手紙となる。つまり時間差で手紙が現れるようにすることで、真の差出人がその時刻にアリバイを作ろうとする古典的トリックです。緊急青き真実有効なり。ちょうど都合よく食堂の扉の前に落ちたのは犯人にとって幸運だっただけということ。下手をすればそこは厨房か廊下か、はたまた食堂の中だったかもしれません。はあ、グッと。食堂の中ならば随分と素敵ですね。全員の監視の中、突然床に手紙が現れる。食堂という密室に忽然とその場の誰も触れていないという赤を維持したまま。お見事です。配膳車の下部に手紙を貼り付ける行為なら誰が犯人でも可能です。手紙についてはまずまずね。でもそれと同じ論法がロックについても通用するかしら。じゃあもう一度同じやり取りをしようかしら。ええ、どうぞ。クラウス、夏希、ゲンジの3人はノックをしていない。これは扉だけはノックしていないという限定的な意味じゃないわよ。音が伝わる柱だろうと、録音したカセットテープの再生ボタンだろうと、そのノック音を生み出したことは断じてないという意味。無論直接的にも間接的にも意図的にも偶発的にも無意識的にもね。すでにくさびを打ってるけど繰り返すわ。クラウス、夏希、ゲンジたち3人以外の誰かがノック、あるいはノックと誤認させる音を発生させたのかもしれない。緊急、慎んで申し上げ立てまつる。24時の時点で2階廊下にいたクラウス、夏希、ゲンジの3人と食堂にいた全員以外の一切の人間は屋敷内に存在しなかったのね。申し上げ立てまつる。緊急、慎んで申し上げる。クラウス、夏希、ゲンジの3人に加え食堂の全員もまたノックしていないこと申し上げる。このノックとはノック音を生み出す直接的、間接的、意図的、無意識的、偶発的な全てを含めるものなり。つまり屋敷にいた人物全員がノック音の発生源とはなり得ないという意味です。そしてこの全員とは誰も把握していない観測されていない人物であったとしても含みます。